投資マンションにかもられた人が見た地獄とか、業者様のお話を鵜呑みにしてしまった半年っていう短い期間で6個も買わせたっていう業者さんは悪かなとは思います。不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。皆様ごきげんよう。この企画は不動産投資で失敗してしまったというご相談者の方に、私五十嵐美穂が厳しくも愛のあるアドバイスを送り、物件の問題点や今後のリカバリー策について考えていく内容です。なんか最近出来事ありましたか？一番上の子が高校受験なんですよね。真ん中の子が小6で、受験するかジュニアユースに行くかっていうことで、ジュニアユースの体験練習とセレクションの受験と、その長女の高校の見学と説明会と、あと体験練習とで、さらに電気工事士の試験勉強と、主催している女性親さんも書いてあり、死にそうな日々を送っております。本当に忙しいですね、はい。まあ毎年と違いますよね、やっぱりね。電気工事士の資格はなんかご自身でいろいろやりたいと思って取るって感じなんですか？そうですね、なんか簡単なことでも電気工事士の資格がないとできないことって結構あるので、素敵な照明をつけたりとか、建物の電気を少し直したりとか、人に頼まなくても自分でできるようにと思ってやってるんですけど。お子さんも受験勉強して、皆さん自身も勉強、はい、受験勉強して、もともと理系の太刀ではないので全然分かんなくて苦戦してます。楽町では水口さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。では現在の状況を教えてください。新築の新築マンションを6軒持っていて、今ちょっと手出し持ち出しが今6万8000ぐらいなってる状況で、ちょっとどうしようかっていうところで今考えながらやってるところです、はい。手出しが苦しい状況ということですね、はい。ご自宅は賃貸でしょうか？賃貸じゃないですね。住宅ローンなどありますか？あります。じゃあ今回のご相談されている区分6個の他に住宅ローンが別にあるということですね。そうです、はい、はい。住宅ローンの残債を教えていただけますでしょうか？住宅ローンは約1100万ぐらいですね。今の預貯金や金融資産の合計を教えていただけますでしょうか？物件とか含めて250万ぐらいですね、今。ああ、ちょっと厳しい状態ですね。ちょっと厳しいんで、はい。不動産投資については何か勉強されましたか、始める前に？いや、してなくて、ちょっと後悔してるところがあります。はい、今回、6ヶ月の間に6個の新築区分マンションの購入ということで、購入する前に相談されましたか？はい、花見さんちょっと話して、それ大丈夫かなっていうところで、ちょっとやってみたんですけど。では、奥様にだけご相談されたということで、そうです、はい。一つの業者さんで全部買われてるっていうことなんですけども、うん、はい、違う業者さんは見られましたか？見てないです。じゃあ、この一社さんのお話だけで信じて購入してしまったと。はい。合計6個で1億7840万円も購入されているんですけども、ほぼフルローンで購入されていて、不安などはなかったでしょうか？これぐらい大丈夫かなと思ったんですけど、最初は取得税とか、まあ、そこら辺もちょっと勉強不足で分かんないところあって、厳しくなってくるなっていうのが、出費が思ったよりあったなっていうところです。購入の時にはあまり考えてそこまで考えてなくて、うまく帰ってくるやつでもうまくできるのかなっていうところだったんですけど、節税分で取り返せると思って、うん、はいはい。物件概要書の方には利回りなどは記載されていないんですけれども、そういう計算などはされましたか？やんなかったですね。いただいている物件概要書で登記費用が3万円のものから70万円っていうふうにバラバラなんですけれども、実際はどうだったか覚えてらっしゃいますか？詳細はちょっと覚えてはないですけど、不動産取得税の通知書ってお手元に届くと思うんですけれども、それを業者さんに渡して支払いしてくださったってことですね。そうです。不動産取得税支払ってでも買っていただきたかったんですね。
じゃあその登記費用のばらつきがあるのも業者さんの方で負担されたりしてなかったりという感じですかね。はい、資料に管理費と修繕積立金一緒に同じ額の中で金額が書かれているんですけれども、内訳などは分かりますでしょうか。内訳はちょっと分からないです。じゃあ特にその購入時に修繕計画書とか修繕積立金がどのように積み立てられて、どんな工事を将来的にしていきますみたいな書類はいただいてないですか。確かなかったと思います。団体信用生命保険は金利上乗せで入られてるんでしょうか。金利がちょっと上乗せになったか、もしかしたら入ってるかもしれないです。もし何かあった場合には全額返済されるようにはなってる。そういうのはなってます。はい、はい、分かりました。その購入された時、将来的にはこれから不動産をどうするつもりでしたでしょうか。最後まで6件を持ってるつもりはなくて、上がれば売ろうかなとかっていう、そういう感じで考えてました。ある程度その手出しがあるっていうことは業者さんが出してきた概要書で分かったと思うんですけども、35年間は払い続けるつもりはなかったということですね。そうですね。はい、まあ、あと20年ほどで年金生活になると思うんですけども、もし売れなくて残り10年以上手出しでも耐えられると思いますか。厳しいかなとは思いますね。仕事もずっとまだ続けなきゃいけないなっていうのがあります。概要書では翌年度までしかシミュレーションされていなかったようなんですけれども、ずっと同じ家賃が入ると思われていましたか。まあ、その営業の人が言うにはほとんど下がらないっていうのを言ってたんですけど、どうなるかちょっとまだ正直わからない。1回目の更新はあったんですけど、その時は全部そのまま下がらないでっていうのでありました。実際節税はどれぐらいできてますか。月当たり住民税だと4万ぐらい安くはなってます。年間の戻しで35万ぐらいですか。還付が、所得税の還付金が、申告の開始が36万ぐらい、はい、36万円ぐらい、それぐらいで、はい、はい。この投資は買うときに利益を乗せられて、買ってからも利益を絞り取られている投資です。宅町さんのキャッシュフローシミュレーションをするにあたって、今回は個数が多いので、6個まとめた金額でやっていきたいと思います。売買価格は全部を足した1億7840万円。ローンの借入れ額が6個合計した1億7780万円。そして、建物価格は、減価償却費から私の方で計算した金額がこのようになっていて、6個合計で1億2786万円となっています。家賃収入は、一応業者さんが出してきた、サブリース賃料の、月額の合計ですね。年間支払い家賃706万円で計算していきます。で、固定資産税も、業者さんが出してきている年間固定資産税6個の合計45万円で計算していきます。その他経費に関しては、こちらですね。マンション管理費、修繕積立金として出ているマンションの管理費ですね。こちらも毎月収入から差し引かれている分をその他経費として6個合わせて4万4300円で12ヶ月で53万円。こちらを計上していきます。では入力していきたいと思います。物件価格は1億7840万円。表面利回りは家賃収入706万円に対して 3.96%。 銀コンクリート RC 増で築年数はだいたい約2年ですね。建物面積が 137.3 平米。で、借入金額を1億7780万円にするために自己資金は1309万円を入れていきます。金利は 1.55 から 1.7% なので 1.6% で計算して、ローン期間が35年。入居率はサブリースで 100% ということにしておきます。建物価格は先ほどの合計1億2786万円。個人で購入して家賃収入は706万円。家賃下落率は、とりあえず年 1% で計算していきます。固定資産税が45万円。都市計画税は含まれているのでゼロにしときます。管理費が保証料として 10%。そして、修繕費はとりあえずは今かかってないので確率 0% にして、マンション管理費が、年間で53万円。大規模修繕なんですけども、翌年と翌々年に、不動産取得税合計60万円
6個でお支払いされていたので、とりあえず60万円を入れていきます。これで見ていきますと、最終的に35年ローン完済した時の累計キャッシュフローがマイナス8423万円ということになってます。節税分のキャッシュフローの戻りはあると思うんですけれども、節税分を考慮しないで計算してみると、まあ、このようなマイナスになると。場所がやっぱり業者さんの言われる通り家賃の下落率が低いので、もうちょっと下落幅が低ければ、まあ、家賃下落率 0.5% で計算していくとマイナス6968万円ということになっています。どうでしょうか。ここまで大きいとは思わなかった。まあね、物はねいいものなので不動産の価値はあるかもしれないんですけど、持ち続けるんであれば手出しはこれだけかかってしまうっていうところで考えておいていただけたらと思います。問題点ですが、新築プレミアで高値掴みしています。利回りが低すぎます。融資比率、返済比率が高く、キャッシュアウトしているのに35年の長期融資を引いています。金利の変動リスクが考慮されません。サブリースで業者に利益を持っていかれています。家賃の下落リスクが考慮されていません。節税や少ない資金で始められることばかりアピールされています。サブリースでオーナーに不利な条件があります。以上になります。こちらは水口さんにいただいた資料をもとに作成した Excel の表になっています。取引事例など楽町さんに調べていただいてちょっと計算してみましたので、そちらをご紹介しますね。で、売買価格が今こちらに出ている通りなんですけれども、全部合わせて1億7840万円。で、売りに出ていた同じ物件の他の部屋がちょっと部屋の広さが違うところもありましたので、それに関しましてはその取引事例の1平米あたりの売買単価から計算して出した売買価格っていうのがこちらになります。ちょっとその単純に平米単価では計算できないところもあるんですけども、大体これぐらいの売買価格になりまして、売買価格と今回もし売りに出した場合の想定の売買価格との差額がこちらになっていまして、一番安いものでも563万円、高いものだと1618万円の差がついています。トータルで6404万円新築ということで、1日でも済んだ中古になっちゃうんですよね。で、中古になってまだ2、3年しか経ってないのに、まあ、ここまで価格が下落してるということで、やっぱり最初にちょっと高く買いすぎたんじゃないかなと思います。で、その次の利回りが低すぎますっていうことなんですけれども、売買価格に対して業者さんが出してきた年間支払い家賃。で、年間の家賃収入割る売買価格で利回りっていうのが計算されるんですけども、利回りが高いほど収益性は高いんですが、今回の場合だいたい利回りが 3% 台から 4% 台、トータルでちょっと 4% 切ってるという状態で、かなり低い利回りになっています。新築の区分はもともとすごい利回りが低いものが多いんですけれども、中古で区分投資されている方なんかはやっぱり 10% とか 15%、20% っていう利回りの中で不動産投資されているということを考えると、かなり低い利回り、収益性がすごい悪いっていうことなんですよね。次の融資の件なんですけれども、売買価格に対して各物件10万円ずつしか自己資金入れられてないということで、ほぼフルローンで借りられています。なので融資比率が 99.7%、 もうほぼ 100% ですよね。融資比率が高くなっています。金利はそんなに高くないんですけども、 1.55 から 1.7% ということで、もともとの利回りがとても低いので、利回りと金利の差であるイールドギャップっていう指標があるんですけども、まあ、こちらのパーセンテージもかなり低くなっていると。で、このパーセンテージが低いってことも、やはり高視聴率の悪さを表してるんですね。利回りも低い、融資比率も高い、さらに、まあ、融資期間も35年引いてしまっているということで、毎月の業者さんが出しているサブリース家賃、そこから、月額保証料っていうのを毎月 10% 引かれてますよね。保証賃料が水口さんに振り込まれてると思うんですけども、この保証賃料に対する返済の比率がほぼみんな 100% を超えていると。保証賃料よりも、まあ、返済額の方が全部多くなっているんで、まあ、基本的にはその最初にご自身が感じられている通り、全部キャッシュフローがマイナスと
いうことになっています。こういう状況でずっと35年間もしかして払い続けなきゃならないのかなっていうところがかなり心配ではあります。で、次の指摘事項なんですけれども、金利の変動リスクが考慮されていないということで、全部の融資条件が変動金利でこの金利が設定されているということで、まあ、将来的にもしかしてその変動金利が上がった場合は返済額もまた増えるわけですよね。そうするとこの金額のマイナスで済んでるんですけれども、さらに多額のマイナスになる可能性があります。そしてサブリース業者に利益を持っていかれてるというところに関しては、一つ一つの物件の、まあ、家賃相場っていうものを私の方で調べさせていただいたんですね。まあ、品川は家賃相場よりも、まあ、サブリース家賃の方が高いんですけれども、羽田とかは、まあ、同じマンションで10万4000円で貸しに出てますし、浅草だと、まあ、11万円ぐらい。名古屋だと、名古屋もあの相場の方が低いですね。で、武蔵小杉は同じぐらい。で、新宿だと13万円ぐらい。相場の方がちょっと高いぐらいなんですけども、その同じマンションだと14万円で貸されてるんですよね。というわけで、そのサブリース家賃っていうのはサブリースするために業者さんが決めた価格であって、募集してる家賃とは違うんですよね。なのでサブリース家賃が設定されてる時点で多分1万円ずつぐらいなので 10% ぐらいは引かれてる可能性があります。そしてさらに、サブリースの保証料 10%引かれてるんで、まあ、この時点でその物件の利益 20% が業者さんに持っていかれている可能性があります。すごい大きいですよね、 20%。 まあ、だいたい 10% で6万円ぐらいなんで、12万円ここで持っていかれてる。そして、まあ、家賃の下落リスクが考慮されていないということで、まあ、35年空室保証プランっていうのがこちらに書かれてますけれども、まあ、空室は保証してくれるんですけれども、家賃はまあ保証されてないわけですよね。家賃が下がる可能性があるのに、家賃が上昇するかのような書かれ方をしてるんですけれども、すごい立地が良かったり、まあ、そこに新しい商業施設が建ったりしない限りはなかなか家賃っていうのは上がらないんですよね。なので、まあ、ちょっと業者さんの説明があまりよろしくなかったかなと思います。基本的には家賃は下落するものっていうふうに考えておいていただきたいと思います。で、家賃が下落すれば、またご自身の手出しが多くなってしまうっていうことも考慮しておいてください。物件概要書ですと、節税ばかりアピールされてるんですよね。建物の減価償却費と設備の減価償却額っていうふうに分けて記載されていて、設備の減価償却額の方が多く取ってあるんですけど、個人の確定申告の場合は15年の耐用年数が設定されてるんで、15年で切れちゃうんですよね。そうすると15年後には費用が減って利益は増えるので、節税額がかなり減ってしまう可能性もありますし、もしくは税金がかかる可能性もあります。で、減価償却がなくなっても借り入れ返済は変わらないですし、家賃が下がって手出しが増えても費用計上できる減価償却がなければ、もしかして黒字になって課税されてしまうかもしれない。ということで、節税とか少ない資金で始められるっていうことばかりアピールされてるんですけど、これがちょっと問題ありますね。そしてサブリース契約書なんですけれども、まず最初に契約条件のところで、保証賃料支払い開始日が契約期間開始日より76日目からとするってなっていますので、最初の2ヶ月半は家賃が入ってこないことになっています。契約書の内容なんですけれども、本契約は通書記載の期間中、全項に定める保証賃料の継続を確約するものではないということで、この保証賃料っていうのをずっと払い続けるわけではありませんよっていうことが書かれています。また、転借人様から受け取る敷金、礼金、契約更新料、または更新契約書作成事務手数料等は、業者さんが取得するものですよということで、まあ、一切これもオーナーに入ってきませんということが書かれています。こちらにも保証賃料の改定ということで、契約期間開始から3年後には改定できるので、改定できて以後2年ごとに改定できるっていうふうになっていますので、まあ、今回の改定では家賃は下がらなかったっていうことなんですけれども、何年後かにはもしかして家賃が下がるかもしれないっていうことをよく考えておいてください。あと不利な条件としましては、リフォーム工事の範囲及び内容は、
業者の判断により決定されるものとし、オーナーは業者の判断に一切の異議を述べないものとするっていうふうになっていますので、業者さんがリフォームしたときに多額の請求がオーナーに来る可能性があります。この業者さんの噂で、そのリフォーム代がすごい高くて、全然キャッシュが出ないっていう話も私は実際聞いたことがあるんですね。なので、業者さんに決められてしまうっていうのは、ちょっとかなりオーナーに不利なところだと思います。あと同じように、本物件の修理交換等において、1回につき3万円以下については、業者の判断で行うことができるものとする。費用については、保証賃料の支払いから相殺することができるものとするってなってますので、3万円以下のものに関しては、オーナーに何の断りもなく、勝手に引かれてしまう。まだ今新築なんでそんなにないと思うんですけども、これから10年ぐらい経ったら、これで3万円がどんどん引かれてしまう可能性もあるっていうことを考慮しておいてください。そしてこちらのページは、解約申し入れですね。もしこのサブリースを切った場合は、解約申し入れと同時に業者に対して解約金として保証賃料月額を支払うものとするっていうふうになってますので、サブリースを切ると解約金がかかります。どこまでもちょっと業者さんにね、有利になるように、サブリース契約っていうのを含まれてるんですけど、この次のページで、この業者さんの金銭消費貸借契約を締結している場合は、サブリースを解除できないっていうふうになってるんですけども、業者さん本体から借り入れなどはありますか？そこから借り入れはないです。そうなんですね。もし解約しようとするんであれば、解約できますね。修繕負担表っていうのもありまして、オーナーが費用を負担する修繕、故障とか経年劣化、転載遅延、その他不可抗力によるものは、オーナーにも負担してもらえますよってなってますので、サブリースだからといって修繕費を全部業者さんが負担してくれるわけではなくて、今後もこの修繕の内容に関しては請求される可能性があります。といった感じで、サブリース契約書の中でもオーナーに不利な形の契約が組んであります。問題点の詳細は以上なんですけれども、この業者さんはオーナーからだけでなくて、入居者からもいっぱい取っているっていうのがわかるので、ちょっとそれをお見せしたいと思います。これ業者さんの物件の違うお部屋だと思うんですけれども、同じ物件の違う部屋ですね。こちらなんですけれども、ここに入居中サポート21,450円、公金処理16,500円、事務手数料11,000円。この入居サポート、公金処理、事務手数料11,000円で合わせて5万円ぐらいなんですけど、これは普通の業者さんではかかんないところもあるんですよね。なので、かなり入居者さんにも入るだけで5万円の負担をさせていると。更新料が新賃料の 1.5 ヶ月ももらうことになってるんです、入居者さんから。なんですけども、普通は1ヶ月ですし、普通は入居者さんからは更新料1ヶ月もらって、でその半金で更新やっていただく手数料として業者に払うことになってるんですけども、この業者さんは 1.5 ヶ月、サブリースで借りてる方からもお金をもらった上にさらに事務手数料ももらっていると。どんだけその、大家さんや入居者さんから持っていくのか、あまりよろしくない業者様だったかなと感じています。で、解決策なんですけれども、売却するか持ち続けるかの判断ですけれども、売却するにしても、小当たり500万円以上の損失になる可能性は覚悟しておいてください。金利は低いし、利回りも低いので、手出しはこれからもご説明した通り、ずっと続いていく可能性があります。で、生命保険だと思って払い続ける覚悟っていうのはどうでしょうか？この先ずっとっていうのはちょっと、厳しいかなありますね。もし売却されるんであれば、月額のサブリース家賃が 10% の保証料を引かれて、保証賃料がさらにそこから管理費と積立金、借入返済払って、月額キャッシュフローが大体マイナス毎月8万円ぐらいで、年間固定資産税を払うと年間のマイナスが138万5千円。この時点でかなり厳しいですよね。この中で一番マイナスが大きいのはこの浅草なんですよね。なので、一番最初にもし売却するんであれば、この一番返済が厳しい、収支が厳しいものを売却していくのがいいんじゃないかなと。これが減るとだいぶちょっと助かると思うんですよね。はい、でもちょっとその想定の売買価格との差も大きいんですよ。こちらで計算すると1200万円マイナスになっちゃうかもしれないっていうのがあるので、そうすると売却損が大きくなりそうであれば、
まあ、逆にあまり損の出ない物件を売却していくしかないかなとも思います。その売却損があまりにも大きくなって、急に1000万も負担を強いられるのは、預貯金もあまりないですし、無理ですよね。無理ですね。そうすると、やはりしばらくは持ち続けて、収益を改善して、経費削減して、まあ、なんとかキャッシュフローをプラスにしていくしかないと思います。なんとかキャッシュフローをプラスにするためにやることなんですけれども、はい、まあ、審判系なので難しいと思うんですけども、とりあえず金利交渉してみてください。繰上返済っていうのはやっぱりちょっと今の資金の余裕ではちょっと難しいと思うんですね。あとはいっぱい持っていかれてる利益をきちんとオーナー自身が手に入れて収支を改善させるためにサブリースを切って管理を変更するっていう手もあります。知り合いの管理会社に聞いたんですけども、このシリーズの区分の取り扱いもあるそうなんですよね。建築会社の管理会社から抜けるとなんか良くないことされそうな気もするんですけども、問題なく管理の引き継ぎはできてるっていうことでした。立地もいいし建物もいいので、リーシングも特に問題なくすぐに決まって手がかからない区分ということでしたので、管理会社を変更してみてもいいんじゃないかなと思います。その私が聞いたところだと、まあ、区分室あたり2000円で面倒を見てもらえるので、まあ、20% 引かれるよりは全然いいと思います。保証会社の引き継ぎとかもあるんですけども、もしかして保証会社がこの業者さんすごい大きい会社さんで独自の保証会社を使っている場合は、保証料をもしかして、まあ、オーナーが負担しなければならない可能性もあります。どれぐらい収入が増える可能性があるかっていうところを見ていきたいと思います。先ほどの資料で管理会社を変更した場合なんですけれども、今の業者さんのサブリース家賃、実際に募集している家賃は多分 10% 上乗せされた家賃で、保証家賃の改定がなかったってことは、これぐらいは乗っかって貸せてるんじゃないかなというところで、とりあえず 10% 上乗せした金額がサブリースを切れば戻ってくると。ですが、まあ、これはちゃんと実際に賃貸に出している家賃を把握する必要がありますので気をつけておいてください。はい、で、相当月額家賃がサブリース家賃と 10% を乗せした家賃を足して、こちらの月額家賃になります。保証賃料52万9000円でしたけど、64万7000円ということで、この時点で11万円はプラスになってます。今の業者さんで毎月引かれている、月額保証料 10% はなくなります。で、マンションの管理費修繕積立金は、そのまま発生します。そして新しい管理会社に、もしその今私が言った小当たり2000円で預かってくれるところにお願いするとしたら、6個で1万2000円かかってきます。月額の返済額は変わらずで、月額のキャッシュフローはプラスになってます。はい、浅草はちょっとやっぱりマイナスなんですけども、プラスになるだけでもだいぶ違いますよね。毎月のキャッシュフローを12ヶ月かけたものから年間の固定資産税を引いたものが年間のキャッシュフローマイナス11万6160円になると。どうですか？そうですね、うん、これぐらいだったらまだできそうかな。でもそのサブリースの時と違って、もし退去が出た場合広告費がかかったりとか、最初のサブリース契約書の方でお話しさせていただいた通り、サブリースの解約金がかかる可能性があるんですね。解約金は敷金と総裁というふうに書かれていたんですけれども、その募集している内容を調べると、敷金と礼金が取ってない物件もあるんですね。敷金取ってる物件は多分1個しかないので、そうすると総裁できる敷金があまりなくて、サブリースの解約金がそのまま1ヶ月分かかってしまう可能性があります。サブリース業者さんに預けてる限り、家賃がコントロールできないんですよね、オーナー自身で。自分できちんとその管理会社に預けて、サブリースにしないでやっていけば、家賃を下げないっていう工夫もできると思いますので、今後予期できない家賃の下落への不安っていうのはなくなるんじゃないかなと思います。管理会社変更して、まあ、丸々このキャッシュフローになるかどうかっていうのは、まあ、広告費とか、まあ、実際の本当の家賃を把握しないとわからないので、ぜひご自身で計算してみてください。あとはその管理費と修繕費の内訳を先ほどはご存じないっていうお話だったんですけれども、将来的な修繕計画などを確認しておいた方がいいと思います。修繕積立金が少ない場合、負担しなければいけない費用が発生するかもしれないので、そのためにも把握しておいてください。まあ、いくら経費を安くして月々の手出しが減ったって言っても、数千万円上乗せされてる分を取り返すっていうのはやっぱり難しいんですよね。なので、まあ、これからどのように賃貸経営していくのか、まあ、今の資産と借り入れの状況と、まあ、きちんと向き合って考えてみてください。他
奥様も人生のパートナーになったのであれば、まあ、家計の節約に協力してもらう必要があると思いますので、ぜひご夫婦で話し合っていただければと思います。ここでじゃあ、もし管理会社を変更して、改善した時のキャッシュフローシミュレーションがどのようになるのかっていうのを計算していきたいと思います。物件価格は1億7840万円。表面利回りが年間の家賃収入が778万円に変わりましたので、利回りが 4.36%。この辺の条件は変わらずなんですけど、もしかして本当にいい建物、いい立地なんで、3年間で1ヶ月空くと 97%、1年間で1ヶ月空くと 91.6% になってしまうので、3年間多分空かないぐらいの感じで 95% で計算していきたいと思います。家賃下落率、とりあえず最初は 1% で見ていきます。固定資産税は変わらずで、管理費は、さっきの業者さんは2000円固定なので、とりあえず管理費はゼロにして、その他経費が管理費修繕積立金と新しい管理会社に払う経費、年間67万円。修繕費は3年に一度退去があったと、考えて計算して、だいたい 6% ぐらいでしたので、それで計算していくと、じゃじゃん。7373.5万円なんですけど、先ほどの一番最初のキャッシュフローシミュレーションよりは、まあ、1000万円ぐらいはプラスになってますね。で、頑張ってこの家賃をなるべく下落しないようにして 0.5% でやって、本当に3年に一度の退去だけで済めばだいぶ違いますよね。マイナス5594万円いいじゃないですか。3000万円ぐらい違いますね。ということで、まあ、やはり、ご自身の努力で、この数字は変えられるものなので、ぜひ、ご自分が努力して勉強されて、数字を改善できるように頑張ってみてください。まあ、やはりその業者様のお話を鵜呑みにしてしまったというところが、まあ一番よろしくなかったところかと思います。自己資金10万円で、あとは売り主直で仲介手数料なしの諸費用で始められるので、まあ、多額の借金を背負うことに意識が働かなかったのかなっていうところもありますよね。一部屋あたりのマイナス金額がやっぱり数万円と少ないっていうふうに提示されていて、毎月の手出しが重荷になるっていう風に感じる前に、半年っていう短い期間で6個も買わせたっていう業者さんはちょっとやはり悪かなとは思います。基本的に業者さんはその売却した時点で儲かってますし、借金背負わせておいて空室保証と言っておきながら利益を奪い、空室が続いたら家賃を下げてオーナーに責任を転嫁する業者さんもいるのが事実なんですね。まあ、今回のことを勉強に、これからは用心して不動産投資を進めていただけたらと思います。はい、水口さんにおかれましては、まあ、借金を抱えて経営しなければならないこと、不動産を所有するリスク、手出しが今後増えるかもしれないということをもうちょっと深く購入前にですね、考えていてほしかったなと思います。あと、やっぱり35年ローンを組んで業者さんにお任せするんであれば、35年分の収支シミュレーションを出してもらって、さらに自分で検証する必要がありましたね。そうですね。考えないでちょっとやっちゃったなっていうのは。生命保険代わりっていうのであれば、将来資産として、まあ、何年後にいくらで売却できるのかっていうのも、やっぱり買う前に見ておいていただきたかったですね。どの投資でも商売でも、まあ、大切なのは相場よりも安く買うことなので、本来であれば近隣の類似物件との価格比較っていうのは必要でした。でしばらく賃貸経営続くと思いますので、今後発生するリスクっていうのを、ね、よく把握するようにしておいてください。区分マンションの投資家さんが集まる大家会に参加したりとか、ご自身でやられている方が主催しているセミナーに参加したり、区分投資家さんが書かれた著書で勉強するのもいいと思います。ぜひ頑張ってみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。実際に相談されてみていかがでしたか？実際のシミュレーションとか見せてもらって、マイナス大きかったのもやっぱショックはあったんですけど、この管理会社を変えることによってだいぶ改善されるんだなっていうところも、で、なんとか今の状況を抜け出したいなと思います。
その具体的にこれからどういう行動をしていこうかなと思われますか？管理会社を変えて進めたいなと思います。あとは、まあ、家計の方もちょっと節約しながらということで。改めてこれ購入時振り返ってもう少しこうしておけばよかったという反省はありますか？そう、さっきもちょっと考えればよかったなというのは思います。手続きしてから自分で調べるのがすごく多くなって、失敗したかなとかそういうのをちょっと考えることが非常に多かったんで、まあ、やっぱりちょっと考える時間からなかったのかなと思いますので。今日の相談者はいかがでしたか？まあ、新築区分マンション投資のことを少しでもね調べていたら結果は違ったんじゃないかなと、まあ、いつも通りですけども思いますね。新築マンション投資っていう風に検索するだけで、投資マンションにかもられた人が見た地獄とか、新築ワンルームマンション投資は失敗するとか、普通に2016年ぐらいの記事で出てくるので、そういうのをきちんと、まあ、少しでもね始める前に見られていたら違ったんじゃないかなと思いますし、まあ、いつものことですが、勉強してたら、誰かに相談してたら、調べてたら、もう少し疑っていたらと思います。あとやっぱり違う業者さんの話とか、実際に活躍している投資家さんのお話も聞いた方が良かったですね。生命保険代わりっていうのは分からなくもないんですけども、将来亡くなった時のことを考える前に、今のご自分の生活なので、ご自分の生活が危うくなるような投資はしてはいけなかったんです。新築マンション投資っていうだけで危ないって結構もう世間に知らしめられてると思うんですけど、存じない方もいらっしゃるんだなと、はい、感じてます。業者に丸投げは危険です。この企画では不動産投資で失敗してしまったと悩まれている方のご相談を受け付けております。詳細はこちらの説明欄をご覧になってください。よろしくお願いいたします。